はいどうも、皆さんこんばんは、モッピーでーす。ということで、今日もやっていきましょう。ポケットモンスターウルトラサンウルトラムーン実況プレイ、よろしくお願いいたしまーす。ということで、ポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンシーズン7、シーズン括弧1、括弧閉じ、最終回でございます。ということでね、昨日、改めてになりますが、ポケモンウルトラサンウルトラムーンというか、第7世代で初めて、レート2000突破しました。よかった。無事、突破できました。モッピーもよかったです。ありがとうございます。ということで、今日はですね、まあ、ちょっと対戦はもうすでにシーズン2入っちゃってるんで、ちょっとやらないんですけども、まあ、シーズン1で、レート2000到達したので、まあ、そこら関係の話もろもろのまとめ動画といった感じでお届けしたいなというふうに思ってます。で、今日のトピックはこの3つでお送りしたいと思いますんで、どうぞ最後までご視聴いただけたらなと思います。はい。で、じゃあまず早速一つ目です。でね、QR パ公開させていただきます。サンムーンからずっとレート2000乗ったらやろうと思ってたんですが、ヘラクレセドランの、今シーズン使ってた、パーティーを公開いたしました。使いたい方はですね、ぜひ PGL に、ポケモングローバルリンクにログインしていただいて、まあ、そこから QR 読み取っていただいて使ってください。はい。まあ、立ち回り方とかは、多分動画、皆さんご覧いただいたと思うので、まあ、多分、そうですね。大体なんとなくは分かるんじゃないかなと思いますんで、まあ、使ってください。技構成もね、一番最後に到達したタイミングと変えてませんので、まあ、この後動画で個々のポケモンのね、紹介だけさせていただきますので、まあ、それを聞いて、使っていただけたらなというふうに思いますんで、ぜひぜひ、ヘラクレセドランお試しください。っていうのがまず、一つ目でした。はい。二つ目、このパーティーの構築記事、書きました。はい、これまた、毎回2000行ったら、記念に書いてる記事なんですけれども、まあ、なんか、レート2000ごとき乗ったぐらいで、何公式記事なんか書いてんで、生きってんじゃねえよ、なんて思ってる方、いるかもしれないですけど、これ実は理由があってですね、まあ、単純に記念っていうのはあるんですけど、オーラスの時に2000行った後に、結構、記事書いたんですけど、結構質問で、やっぱその、ヘラの努力値ぶりなんですか、クレセなんですか、どう立ち回ったらいいんですか、みたいな、すごい質問されたんですよ。で、記事こっちは用意してるんで、これ見てくださいっていうのが、すげえ楽だったんですね。わざわざ毎回毎回そのヘラがこうで、ドランがこうで、みたいなのが結構、まあ、嬉しいんですけど、聞かれるの。ただ、返信するのがいちいちだるかったんで、毎回これ見てくれって言えるんで、だから書いてるっていうのはあるんで、まあ、そういう感じなんだなと理解していただきたいなと思います。で、まあ、その記事もね、この動画と公開されて、ちょうど同じタイミングで公開されていると思います。ニコニコのブロマガに書いております。はい。まあ、結構逐一、まあ、なんですか、このシーズンの技の遍歴とか、変遷とか、まあ、あとはいろいろこう立ち回っていったらいい、こういうポケモンに投げていったらいい、逆にこういうポケモンには投げない方がいいみたいなのをちょっと文字で、テキストでまとめたので、まあ、こういう動画だらだら見るよりは、そういうの見た方がいいっていう方はぜひ見ていただきたいなというふうに思います。で、前回のその2000達成した動画とこの動画、できれば合わせて見ていただくと多分その記事にね、いけると思うんですんで、まあ、ぜひ、質問する前に動画見てほしいなという、この淡い期待だけね、ちょっと、抱いております。はい。まあ、ぜひ、そちらの方も合わせてご覧いただきたいなというふうに思います。はい。ということで、じゃあまず、三つ目ですね。個々のポケモンの、まあ、ちょっと動画版のレビューみたいな感じでさせていただきたいな、というふうに思います。じゃあまずは、いつも通りヘラくんから行きましょうか。ヘラくんは、ま、最終的にこのインファ6ブラ種ガンミサイルバリっていうPGL の、技構成トップ4に最終的になりましたね。自信はなんだかんだ今の環境、あんま強く出れるタイミングないかなっていう気がしました。で、後々気づいたんですけど、最後の3日間ぐらいで気づいたんですけど、僕、メガバシャーモとか、地震じゃないと飛ばないと思ってたんですけど、インファでも飛ぶんですよね。あんま耐久がっつり振ってなかったら。だから、多分本当にね、地震いらないかなっていう感じですね。はい。で、努力値ぶりが、まあ本当に HA ぶっぱ残り S っていう、すごいシンプルなやつです。まあ、最速ヘラとかね、ミミッキュとかガッサ見るための最速ヘラとか、まあ、ちょっと一部話題に上がってた、最地、勇敢最地ヘラとかも、ま、中にはいるんですけど、イジッパで運用するんだったら俺これ最強だと思います。HP ぶっぱすれば耐久がめちゃくちゃ高いので、抜群の中火力ぐらいの技だったら全然耐えるんで、逆転もできるし、まあ、攻撃は少なくともただぶっぱしないと、ただ環境的には
攻撃ぶっぱして、特化してもまだちょっと微妙に火力足りないぐらいなんで、まあ、それぐらいちょっとやばい環境なんですけど、今。まあ、なかなか、まあ、これが一番使いやすいかなっていうふうに思います。ただね、ヘラ自体がもう環境に全く刺さってないので、まあ、ヘラはもう好きじゃないと使えないポケモンなのかな、みたいな。ちょうど PGL のランキング昨日確認したんですけど、だいたいメガサーナイトとかと同じぐらいなんですよ。メガサナーも結構今さ、やっぱテテフにかなりもう持ってかれちゃって、全然もうサナー使う意味がほぼないみたいな状況にだいぶなってるってサナ界隈の人から聞くんですけど、まあヘラもなんかね、そんな感じはやっぱしますね。別に他の格闘タイプでいいし、虫タイプなんか全く刺さってないんで、うん、っていう、なんか馬車、格闘タイプ使いたいんだったら馬車とか使った方が普通にいいんじゃねえかなって真面目に思ってますけどね。まあやっぱ、ヘラの強さはやっぱり、この圧倒的な技範囲の広さと、まあね、第7世代になって、半分回復目みたいのが出てきちゃったんでね、まあその、あれがあるんですけど、まあ、そういった諸々含めてもまだギリギリできるかなっていう、そんな感じかなと思います。ただちょっとこれ第6世代ヘラなんで、まあちょっといずれ、第7世代のヘラ作ろうかなっていうふうには思ってますね。はい。はい、次クレセ。クレセも、まあ、運用方法も何も変わってないし、努力値ぶりも何も変わってないし、まあ、オーラスの時、唯一変わった点を挙げるとしたら、冷凍ビーム、サイキネが冷凍ビームになったぐらいですね。まあ、あとちゃんと王冠使ったぐらいですよね。クレセに関しては、もう本当に、挑発めちゃめちゃ打たれる機会が多かったので、なんていうかね、なんか、割とエスパー Z でトリックルーム打とうかなみたいなことを思った時があったんですよ。トリックルームって、まあ、挑発で、打たれちゃうと出せないんですけど、Z トリックルームを打つと、挑発状態でも一回だけトリックルーム打てるっていう、なんかそういう裏技的なやつがあるんですよ。なんですけど、まあ、ね、Z は他にやっぱ使いたいなっていうのと、まあ、そのためにじゃあ冷凍ビームを再起にするかって言われたらちょっとそれもできないなっていうのと、じゃああとは、メンタルハーブ持たせて、挑発打たれても、挑発状態解除しようかなともいろいろ考えたんですけど、まあ、やっぱなんだかんだ5つ目で良かったんじゃないかなっていう感じではありますかね。まあ、ちょっとクレセも、最近ちょっとね、また立ち回りしやすくはなったんですけど、いかんせんやっぱ役割対象的には、ちょっとこう物理受け的な部分はそんなに多くなかったんで、まあガルーラとかいたら速攻で投げて速攻で止めてたりとかしたんですけど、まあその程度かなっていう印象ではありましたね。はい。次、一個飛ばします。ヒードラン。ドランはもうだいぶ、今シーズンは相当変わりましたね。努力値ぶり自体は変わってないんですけど、技構成も、火炎放射、ラスカ、第一原子、オバヒー、ガンプーも実はちょっとだけ入れてた時期があったんですけど、まあ、もろもろ巡り巡ってこういう技構成になりましたね。で、直帰持たせることによって、カプテテフとか、まあそういう、まあドランに対して抜群を持ってない、かっこ持ってたとしても気合玉ぐらい、目立ちは知らないみたいな感じのポケモンに対しては割と繰り出し性能が良くて、まあ特に、今作やっててすごく思ったのが、初手出し負けたらそのままズルズル負けるみたいな試合がめちゃくちゃ多かったんですよ。なんで、例えばヘラ投げました、こいつ以外だったら初手勝てるなっていうパーティーにヘラ投げたんだけど、その唯一の一匹が出てきて、あ、やべやべってなって特殊受からなくて負けるみたいな試合が結構あったんですよ、序盤の方に。なんで、割と最初メガネだったんですけど、メガネから直近にすることによって、まあ、物理はクレセで受けて、特殊はドランで受けてみたいな役割が微妙にできたんで、その分ちょっと、まあ、クレセはトリックルームでエースアタッカーに渡す。で、ドランは、まあ、自分もアタッカーにはなれるんで、受けて、とりあえずゴリ押すっていう、なんかそういう感じで立ち回ってましたね。で、努力値も一応 C 特化はいいと思って、で、S 調整は、これ第6世代調整なんで、またもっといい調整あると思いますけど、で、残り H に振ってるみたいな、まあ、そんな感じですね。はい。でね、なんか強者の人はね、やっぱ結構、ヘアクレセドランのこといろいろ調べてて、今シーズン。なんか、割と、こう、クレセに電磁波とか、ドランにガンプーとか入れてる人はそこそこ多かったらしいですね。やっぱなんかこう、ある程度その、やっぱ挑発対策的なところもあったりとか、まあ素早さ調整うまくして、そのガンプー一発入れたらこの辺まで見れるみたいな、ヘラでこの辺まで見れるみたいな、こう、ところから全抜きしていくみたいな人結構いっぱいいたっぽいので、まあなんかすごい強いんじゃないかなって個人的には思うんですけど、まあ僕自身はあんまりちょっとガンプ使えなかったんで、まあ S 調整してないのにガンプ入れてるバカが
使いこなせるわけねえだろって言われたらそれまでなんですけど、ちょっと使えなかったんで、その辺はなんか、知りたい方、強者のね、方のね、ブログを見てください。はい。で、次、4匹目。はい。こっからがあれですね。ウルトラサン、ウルトラムーンになってからだいぶガラッと変わった部分かもしれないんですけど、アシレーヌですね。もともとこのマリル、この枠マリルリだったんですけど、マリルリ、やっぱりその、物理がちょっとね、あんま通りにくいかなっていう現在の環境なので、まあ、特にランドロスがすごく多くて、ランドロス、ギャラドス、どうのこうのみたいな。あと、テッカゲアもいるし、バレルもいるし、バレルじゃないわ、ナットとかもいるし、割と、まるで通りしにくいな、みたいな、メンツが多かったんですよね、パーティーが。そこが結構足を引っ張ってた部分があったのかな、サンムーンの時とか特になんて思ってて、当時もやっぱシレーヌ作ろうとは思ってたんですけど、メゾファイヤー厳選するのがすごいだるくてやってなかったんですよ、実は。で、じゃあもう今作になってちゃんとレート上げるってなったら、やっぱさすがにここは作んなきゃいけないだろうなと思って作ったら、やっぱ強かったっす。圧倒的に強かったっすね。もうヘラが刺さらないパーティーにバンバン投げて、バンバン、わだずみのシンフォニア打ちまくって、ガツガツやってました。はい。技構成はね、冷凍ビームが結構珍しくって、これ 10% ぐらいしか採用されてないんですよ。うん。で、冷凍ビーム採用してる理由は、ランドロスが大嫌いすぎて、ランドロス、マンダランドロスみたいな並びに一貫が取れて、すごい圧力かけて勝ってた試合とかちょいちょいあったんで、意外と冷ビも捨てたもんじゃないですね。まあ、ムンフォとか、歌方の内訳が上手いんだったら、ここ冷ビじゃなくてアクアジェットでいいかなっていう気もするんですけど、まあなんか、アクジェモン欲しいタイミングもあるし、冷凍ビームも欲しいタイミングもあるし、まあメザファイヤーも欲しいタイミングがあるんで、なんかこの3つはね、同じぐらい欲しかったんで、もう人の好みかなっていう感じですね。はい。で、努力値ぶりはですね、実はこれちょっと実は、ヘラクレセドランの強者の方のブログを若干参考にさせていただきまして、ちょっと耐久に振ってます。H ブッパで、B が、メガマンダのステミタックル大調整です。A 特化の。はい。なんで、初手で対面したときに、大半のアシレーヌって B までは振ってないんで、H 振ってても B までは振ってないんで、マンダの捨て身でほぼ飛んじゃうんですけど、こいつほぼ確実に耐えるんで、そっからレイビー打って、はい、オツ、みたいなところがあったりとかね、したりとか。で、このパーティーってやっぱ、クレセリアでトリックルーム張って月光乱舞でもう一回エース降臨させるみたいなのが割と本軸にあるので、生き残ってさえいれば、その後の展開がアシレーヌからもう一回下から殴れるみたいな展開作れるんで、すごいね、いい調整だなって、本当にこの調整した人は神だなって思いながら使ってました。マジで、すごいいい調整です、これ。本当に。火力はね、そんなにね、足りないなって思うタイミングはなかったですね、言うほど。うん、言うほどね。まあまあ、特化に越したことはないかなって思うんですけど、まあ言うて、歌方 Z もあるし、まあ、なんだかんだ HP3 分の1になったら激流も入るし、みたいなので。すごい良かったですね。はい。ちなみに個体値は金の王冠使いました。はい。まあ、メザファイア個体なんで。はい。次。モロバレル。もうこれはね、本当にね、今シーズン MVP ですよ。間違いなく。こいつのおかげで、低レート帯はマジイージーウィン取れまくったんで、すごい皆さんにおすすめします。ビミッキュ、飛行技がないランドロス、カップコケコ、テテフは無理だけど、レヒレブルル、炎技を持ってない物理アタッカー、もろもろ、大体こいつで止まります。それぐらい、化け物です、こいつは。化けキノコですね。はい。特にまあ、ミミッキュなんかが、すごいもう、圧倒的に強くって、こう、後ろから出していっても、剣舞撃たれて、ゴースト Z やられても耐えるんで、耐えて奉仕撃ったら、次のターン引きゃいいんですけど、お相手の方。大概引かないんで、クリアスモグ打って、で、粘られたら粘られたで、モロバレルではめて勝てばいいし、まあ、裏が飛んできたら、まあ、体力とかもろもろと、ね、離して、まあ、そのまま居座ったりバックしたり、で、バックしたらバックしたで再生力で回復できるんで、HP またガッツリ戻せるし、みたいな。またミミキが出てきたらこいつだけでば、もう Z ないんで全然止まるし、みたいな。なんかそういう、なんかミミキがいれば、はい、かも、みたいな。そんな感じです。で、あと他の物理アタッカーとかも止まるんで、挑発持ってないギャラとか、まあ、挑発持ってても全然大丈夫ですよね。飛行技持ってないギャラランド、あとあいつは、思念の頭突き持ってないメタグロス。だいたいこの辺って、なんか1割2割ぐらいなんですけど、だから、要は8割型のそういうやつは止められるっていう強さですね。
あの、冷凍パンチぐらいじゃびくともしないんで、氷の牙とか。はい。なんで、本当に強かった。マジで強かったですね。すごいね。これはね、初心者の人でも簡単に使えるのと、あの、シングルレートってやっぱ、初めて見るとわかるけど、ミミキュってバカきついんですよ。バカ強いんですよ。で、そのバカ強いミミキュの対策って、割と受け回していけばどうにかなるんだけど、受け回していくっていうのがやっぱ初心者の人すごい難しいじゃないですか。僕もやっぱそういうところからすごい苦戦してたんで、当時メガガルーラにボコボコにされてて、クレステリア持ってなくて過去作で持ってなくてメガガルーラにボコボコにされて、なんだよこのゲームって思ってた人間なんで、だから多分それが今の初心者の方だとミミッキュなのかなと思うんで、そういうミミッキュの対策にぜひね、再生力もろバレル、あの、使っていただきたいなと思います。まあ、なかなか手に入らないと思うので、ちょっと、あの、ぜひ、いろんな人に声かけてもらったりとか、僕もまあ、ミラクル交換でまたちょいちょい流そうかなと思ってるんですけど、はい。もらってってください。で、技構成とか、努力値ぶりは、もうほぼ HB ぶっぱですね。ただ、これもよくわかんねえ努力値の振り方してるんで、まあ、後でまた振り直そうかな、っていうふうに思ってます。で、ラスト、最後の一枠枠。結局最後まで、これだってポケモンがいなかったですけど、まあ、たまたまレート2000乗った時に乗ってたのがドリューズですね。結果的にドリューズでしたね。まあ、型はだいぶ変わりましたけどね。一番最初のイジッパスカーフから、まあ、陽気タスキになりましたね。まあ、努力値ぶりも特に変わってないですし、っていう感じなんですけど。うん、まあ、こんなところかなっていうとこですね。まあ、一応、ドリル打ちたいパーティーに出くわしたら、そそくさと出て行ってドリルぶっぱなして当たんなかったら降参するみたいな立ち回りが主でしたけどね。はい。まあ、あとこの枠はね、動画にも毎回しましたけど、ランドロス、アーゴヨン、コケコ、マンムで、動画にしようかなって思ってたんですけど、結局しなかったボルトロス、マタリーですかね。まあ、なんかどれもこれもいまいちパッとしなかったんで、なんか昨日一晩考えて、なんかそれこそビビオンとか入れても面白かったのかなっていう気は少しだけしてますね。なんかビビオンってだいぶ相手の戦術縛れるポケモンなんで、まあそういう低速ポケモンを出すな、みたいな。出したらビビオンで跳ねるぞ、みたいな雰囲気にしておいて、まあ高速ポケモン出てきたらトリックルームでヘラからエイエイみたいな感じでやっちゃえば強いのかな、みたいなことを思ってました。実際にやってないんでわかんないですけど、っていう感じでしたね。はい。っていう感じで。ございました。ちょっと動画なんで駆け足気味にお送りしましたけど、まあ一応そんな感じの総評でございました。まあ詳しくはこの辺はあの公式記事に書いてありますんで、まあ今言ったことが6割ぐらい書いてあるんで、まあそちら見てくださいいう感じでした。はい。で、じゃあ最後に今後の、ポケモン動画どうなっていくのかについてのお話です。はい。ウルトラサンウルトラムーンではシーズン2、全体通してシーズン8になりますポケモンのウルトラサンの次の実況シリーズですが、一応二つテーマを設けてやっていきたいと思います。一つは、いつも通りの、あんなポケモン、こんなポケモン使って楽しいな実況プレイ。はい。まあ、ちょっと、いつもタイトルがぐっちゃぐちゃなんですけど、まあ、要は、最近、まだもうちょっとだけね、ウルトラサン、ウルトラムーンで使ってない、ちょっとヘンテコなポケモンというか、まあ、ちょっと、なんつうかな、普通のポケモンとはちょっと違う使い方をするとよ、なんか変に強いよみたいなポケモンとかを使っていきたいなみたいなのと、あとは、あの、今シーズン後半の方で結構強かった構築とかがいっぱいあったりとかしてて、自分も戦ってて、あ、ちょっとこのパーティー使ってみたいなっていうのがいくつかあったんで、ちょっとそこら辺を、まあ、多分誰かしらが使ってるだろうけど、すでに。動画にしてるだろうとは思いますけど、ちょっと僕も使ってみて、あ、面白いなみたいなのちょっとやっぱやりたいので、これはやっぱいろんなポケモン使いたい人間なので、はい。なんでちょっとやらせていただこうかなと思ってるっていうのが、まあ、一つですね。まあ、あとプラスアルファのウルトラホールのポケモンの、動画がまだあと数パートぐらい撮れるんで、シングルフリーとかもやっていきたいなと思います。っていうのが一つと、ガチレーティングの方は、こういうテーマでいきたいと思います。ビビオンと共に歩むシングルレート。はい、私の嫁ポケ嫁ポケと散々言いながら、相棒のヘラクロス及び、ペットのタマちゃんに、登場機会を奪われまくって、気づいたらまだ第7世代で動画作ってないんじゃないかでおなじみのビビオンちゃんですけど、嫁ポケモンね。ビビオンちゃんと共に歩みたいと思います。で、ビビオンちゃんの厳選をですね、ちゃんとしっかりした上で、また望みたいなと思うんですが、まあ、言うて意外とビビオンでも、レート2000行ってる人はいるらしいんですよ。まあ、僕が行けるかどうかは別にして。
ただ、ちょっとビビオンでがっつりレート潜るみたいなことって今までやったことなかったのと、まあちょっとヘラクレスドランで320戦ぐらいしたんで、もうちょっとさすがに疲れたんで、ちょっとヘラクレスドラン一回お休みして、ちょっと別のパーティーで遊びたいなと。でもまあ、例えばまあ、オーソドックスなね、ミミッキュランドリザーみたいな、パーティーの動画ってありふれてると思うし、例えばそうですね、まあ、いわゆるオーソドックスにカバル海流、バシャナットサンダー、カバドリマンダー、マンダマンムーレヒレみたいな。まあなんかそういう、あとサザンガルドマリブリみたいな。まあよくある並びみたいなあるじゃないですか。多分そういうのも多分エキスパートいると思うんで。じゃあどうしようかなって思った時に、ビビオンやってねえからビビオンやろうみたいな。結構安直な感じですけど。まあビビオンちゃん可愛いし、まあそこそこの強さはあるんで、まあ、なんかそこそこの強さをうまく活かしながら、なんかそこそこ楽しめたらいいかな、まだ、まあ、レート1800ぐらい目標でやろうかな、みたいな感じに思っております。はい。なので、まあ、ぜひ、ビビオンフリークの皆さんは、お楽しみに、みたいな感じでございます。という、ところですかね。はい。まあ、本当にポケモン自体は実況続けてきます。ウルトラサン、ウルトラムーン以外にも、キンキンで言うと、3月に、ピカチュウ、探検隊、違う。メタデピカチュウの、発売もありますし、まあ、なんか年末にはもしかしたら新作のポケモン出るんじゃないかみたいな話もあるし、割とこう、サイクル的には今年はポケダンの年なんじゃないかみたいな話も言われてたりとかもするし、まあ、ずっとこう、皆さんにリクエストいただいてる、ハートゴールドソウルシルバーとか、ファイアレッドリーフグリーンとか、あ、そういえば今週あれですね、クリスタル発売ですね、バーチャルコンソールね。ちょっとまだ悩んでるんですけど、とか、まあ、いくらでもポケモンあるので、ポケパークとかちょっとやりたいなとかも思ってたりするんで、まあ、全然ポケモンの時期を続いていくので、もう毎日更新の一枠はポケモンってもう心に決めてるので、まあ、ぜひ今後ともご視聴いただきたいなというふうに思っております。まあ、ちょっと、ただ、割とここ10日間で220、30戦ぐらいして、もう相当疲れたんで、ちょっと当分の間、1、2週間ぐらいは、がっつりまったり、やっていこうかなと思ってますんで、ちょっとそこだけご理解いただきたいなと思います。はい。では、まあそんな感じで、ちょっと今日は本当にトークの動画であんまりね、なんかラジオ動画みたいになっちゃいましたけれども、最後にね、まとめとして、まあ QR コードを公開します。まとめ記事も公開します。使い方はこの動画を見てください。今後の話はついさっきやったんで覚えといてください。みたいな感じで、ぜひぜひ、今後ともモッティのポケモン動画、ご視聴いただきたいなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。明日は多分シングルフリーの動画を上げると思いますんで、お楽しみに。以上、モッティでした。バイバーイ。多分今日はノーカットです。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。ということで、ポケットモンスターウルトラサンウルトラムーン、シングルレート、レート2戦達成しました。ありがとうございます。頑張りました。本当にどん底から這い上がった努力は必ず報われるみたいなことを言っておこうかな。あったかくして寝ろよ。